商用積水ハウスアリーナは、福岡県福岡市東区の福岡アイランドシティにある、体育館。2018年12月1日開館。条例上の正式名称は、福岡市総合体育館だが、開館当初より、施設命名権契約により、商用積水ハウスアリーナの名称を用いている。福岡市が所有し、清水建設。 水野などが参画する特別目的会社の福岡商用アリーナ株式会社が指定管理者として運営する。老朽化した福岡市民体育館及び福岡市急電気年体育館の後継施設として市民の新たなスポーツ拠点とすべく整備されたものである。整備にあたっては PFI の手法が取り入れられ、市が民間資金等の活用による 公共施設等の整備等の促進に関する法律に基づいて福岡市総合体育館整備運営事業として設計を含む建設工事と管理運営を一体的に発注し施設完成後に施設所有権を市に引き渡す BTO 方式で行われた2015年に事業者選定手続きが行われ清水建設グループと旧電工グループの2グループが参加 選定委員会の審査の結果、設計面などで高い評価を受けた清水建設グループが選定され、2016年2月23日に清水建設グループが設立した SPC、福岡商用アリーナ株式会社と事業契約を締結し、同時に福岡商用アリーナが完成後の指定管理者に指定された。 契約期間は2016年2月23日から2034年3月31日までの約18年間で契約額は148億1966万7237円。PFI の協力企業である市設計と宮引き建築設計事務所が設計を行い、2017年2月1日に寄港式を挙行。 2018年12月1日に開館した。PFI の協力企業として、B リーグライジングゼファー福岡の運営会社である、福岡プロバスケットボールクラブ株式会社が参画しており、同クラブがホームアリーナとしても使用している。開館時からのネーミングライツ導入を念頭に、選定が行われ、2018年5月に SPC のメンバーである、積水ハウスが、 命名権を取得しており、開館時より名称を商用積水ハウスアリーナとしている。ただし案内状は福岡市総合体育館の名称も併記している。ありがとうございます。